80歳目前の、まだ、健常の父が、10年以上も空き地として放置してた土地に、消費税増税法案が通った直後に、今から家を新築すると言い出した。土地が都会にあって、便利なところなら消極的なガラ賛成したいところだが、土地があるのは、車がなきゃ生活できない田舎にある。しかも、車を運転できるのは母だけで、その母は、もうじき後期高齢者の範疇に入る。その土地の徒歩圏内にあるのはコンビニだけ。子供は、その土地から高速使って、1時間の県庁所在地に住んでいる。もう新築せずに賃貸に住めばと言っても、賃貸は、月々払う家賃がもったいない。母の20年後を考えたら、土地と家があれば、いざとなれば売れる、財産になるからと、父は戸建て新築に固執する。子供が住んでる都会に転居するのは、生活に金がかかることになるから。嫌だと、ケチョンケチョン。母は、新築の家には住みたいが、環境や買い物などの便を考えたら、子供が住む都会に転居してもいいと思ってはいるが、父の頑固ぶりに諦めの境地。もう、介護が、いつ必要になってもおかしくない年代で、介護は、子供に頼る気満々なんだから。土地を売って現金で残して、子供が住む近くに転居すればいいのに。両親の両親は、どれも、年単位で介護を受けてから亡くなってるので、ぽっくりは期待できないんだから、なおさら、介護のために金を残しておくことを考えてほしいんだけど。それなのに、ほんと、なんで今さら、大金の無駄遣い行為としか思えないことを。胸張って、俺様は、これから財産を作るんだぜ。という態度で、父は話をするのか。腹立たしいし、吉沙汰としか思えない。その土地は、人口は、数十年で微増する程度で、大地震がくるくると言われ続けてる上に、それが起これば、津波が襲うと言われてる地域にあるから、余計に。今じゃ、早く、ぽっくり父だけ行かないかなと、ふっと思ってしまう。そう思ってると行かないどころか長生きしかねないと思い直すんだけど、母には長生きしてほしいと思うが、父とはいろいろとありすぎて、これっぽっちも、そんな感情が湧かない、白状紋になってしまった。もともと5日かを建てるために、金を貯めてきてたんで、家を建てるのに、一括で払えるほどのお金を持ってる。でも、もう、そのお金は、ドブに捨てるような行為に使うんじゃなくて、もっと便利に、楽に暮らせる生活のために使ってほしいと思う。特に母のために。なのに、父は、便利や楽という言葉に反応して、そんな生活は許さないって言ってるから最悪なんだ。おかげで、父と介護についても内向論になった。金さえあれば、介護の大抵の問題が解決できるのに、とにかく楽することは許さない、というのが父の主張。何なんだろう、父の、家族が苦労するのは当たり前の感覚は、全く理解不能だわ。職場で、数年前に目の当たりにした話。当時俺のいた部署には、A 課長という人がいた。この人は、すごく仕事ができて、かつ性格は穏やか。でも、閉めるところは、きちっと閉める管理職の勘のような人。一度、部下がやらかした大失敗を、自分の責任として背負い降格したが、人望も能力もあるので、ほどむく再昇格したこともあるとか。同じ部署に、B 課長代理という人がいた。こっちは、とにかく、お調子乗りの気分屋というか、常識的にどうかということまで、ヘラヘラ笑いながらやっちまうタイプ。飲み会とかで、下戸の部下に悪乗りして、しつこくあるはらかまし。そして、悪びれないタイプといえばイメージしやすいかな。上司にはこびへつらう。部下には当たり散らす。業績が思わしくない部下はネチネチいじめる。営業の数字は良好だが、どうも法令違反すれすれなやり口もしていたようだ。おかげで、個人としての営業成績は見た目上は優秀だが、チームを率いさせると全くダメで、しかも、本人は、すべて、部下が無能なせいと言い張ってた。そんな男だが、会社のお偉方には、太鼓持ちよろしく機嫌をとってたんで、
若くして課長代理になってた。ある時、会社で大規模なプロジェクトが持ち上がり、優秀な社員がかき集められて、新規の部署を立ち上げることとなった。で、A 課長と B 課長代理もそちらに移動することになった。みんな、心から A 課長との別れを惜しんでたが、B 課長代理については、へえ、そうみたいな感じだった。そして、移動直前の最後の日、B 課長代理は何を思ったか、寄せ書きしてくれよと色紙を回してきた。これって本人が希望するものだっけと、俺は首をかしげたもんだが、どうも本人は自分は明るくて仕事もできるムードメーカーとしてみんなに好かれていると思っていた説がある。俺個人は同じ部署とはいえあまり B 課長代理と接点がなく、被害を受けることもほとんどなかった。さりとて、その人柄とやり口は散々実験していたので、建前でも別れを惜しむようなことは書きたくないな、と同僚間に色紙が回されているのをぼんやり見てた。で、終業間際に、俺のところにも色紙が回ってきたんだが、思わず吹きかけた。色紙に書き込んでいる全員が全員。A 課長、お世話になりました。新部署でも頑張ってください。A 課長がいなくなると寂しくなります。いつでも戻ってきてくださいね。新卒の頃、大変お世話になりました。A 課長。本当にありがとうございました。という感じで、A 課長への感謝と惜別の念に溢れまくり、B 課長代理のことなんざ何一つ書いてなかった。最初から A 課長宛ての色紙だったのかとも思ったが、隅っこの方に、新天地へ行く B へ一言と、おそらく、本人が書いたのだろう書き込みがあったので、それもない。どうも、B 課長代理との別れなんざ、口先だけでも惜しみたくないというのは、みんなの相違だったらしく。移動するのは A 課長もだし、この色紙は、A 課長宛てのものだと勘違いしていたことにしよう。と、先日の書き込みを意図的に無視して、みな、A 課長に対してのみの言葉を書いていったらしい。誰一人それに異議を唱えるどころか、全員が無言のままに足並みを揃えるというのもすごい話だが、思っていた以上に B 課長代理は嫌われていた模様。俺もしばらく迷ったが、無言のままに右へ習えて、A 課長、ありがとうございましたなどと書いて同僚に回した。仲の良かった同僚が B 課長代理に、連日嫌味言われて鬱になりかけたのを見てたしな。あえて擁護する理由は欠片もなかった。で、その色紙が気の利いた社員の手により黒字の包装紙で包まれて、B 課長代理に手渡されるのを職場の端っこから傍観していた。数ヶ月後、B 課長代理が新部署で部下へのパワハラセクハラで問題を起こし、さらに粉飾決算めいた営業数字の捏造まで暴かれて、降格の上で左遷されたと聞いた。それまでは、問題が起こりかけても、ゴマを吸っていたお偉方に構われてうやむやにされていたのが、優秀な連中ばかりが集まった新部署では通用しなかったらしい。復讐というより、いたずら、もっと言うと因果応報。最後はただの自爆だが、人望の格差というものをまざまざと見た気分だった。